富谷隆一4月15日から1997年10月12日は、日本の自動車技術者、工業デザイナー、画家、ダットさんや長軽両車、富士キャビン、フライングフェザーのデザインで有名。富谷研究所を設立し、東京芸術大学や東京工業大学で講師も務めた、メカニュマルの開発者でもある。 超小型経済者への挑戦が評価され、2013年に日本自動車殿堂入りした。東京高等工芸学校の工芸図案家を1929年に卒業後、精密機械科の助手に着任する。1934年に自動車製造株式会社に入社し、ダットさん乗用車の車体デザインを手掛ける。特にうさぎのマスコットや、 1937から38年に生産されたクーペモデルのデザインは傑作とされている。第二次世界大戦後は、墨絵織物の子会社、墨絵製作所に移籍、1954年まで生産されたダットサン、スリフト、コンバーの車体デザインを手掛ける一方、1948年頃から、長軽量車、フライングフェザーの設計を開始。 1950年に最初の試作車が完成。1954年に発表された同車は、1955年から1956年にかけて48台が生産された。続いて1956年には、富士自動車に展示、FRP モノコック構造 125cc の富士キャビを開発したが、こちらも1956年から1957年に、 かけて85台が生産されたに過ぎなかった。富谷の設計した2台の長軽量車は独創的ではあったが、あまりに設計が簡素化されすぎていたり、生産技術が追いつかなかったりで商業的成功を収めることができなかった。しかし、富谷はその後も最大の仕事を最小の消費で絵の挑戦を続け、晩年になっても間エンジニアリングの協力を得て、 スバル R-2 用エンジンを用いたカイ、カイ2を試作し、さらにトヨタ自動車系のセントラル自動車とともに1977年の第22回東京モーターショーのトヨタブースに出品された軽量実験車の試作研究を行った。自動車以外の分野でも才能を発揮し、デザイナーや画家としても活躍。新宿 NS ビルでは、 巨大振り子時計のデザインを手掛けた。機械工学関係では、1968年頃に森正弘と機械生物メカニマルの開発を行い、1972年にはメカモの商品名で学研から販売された。これは1975年の沖縄海洋博覧会にもメカニマルとして出展され、東海大学海洋科学博物館にも常設展示された。 1981年には、手塚治虫の漫画にも登場しているまた、モーター1個で動作する二足歩行機械を制作しており、日本ロボット学会の講演会で披露されている。ありがとうございます。